たくなるね。あうーんって言って寝かし始めたところをキープさせる、あのボトム量うーんってそのブレーキングでやるやつはさらさらなかったもんね。そういう感覚ですね。ストレートで落としたボトム量のままコーナリングに入ってる。そうそう、ここね、ここね、ここ、ね、じゃあコーナリングに入ってる時に若干戻すって。そうそうそう、うバンク角に合わせどんどん戻しがらない。ちょ、お前言い返しなそう、その通りそうですよ。だから、何も言ってるのあの、うーんみたいな遠心力量を戻すってことだね。そう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 、めっちゃ勉強したやん。そうそうそう、逆に振り切られるだと、ボトム量って変わらないじゃん。ボトム量って変わらない。お前、うん、お前前後オールズだな。管理力なんで。やっぱりあれですか、います。じゃあ僕ね、僕あんまりイメージはないですけど、見つけてみて思ったのが、あんまり良くない。ワイゼットラって何何何何オールズ。昔僕昭和の感じたのは、カヤバのサスは良かった。KYB のサスが一番。カヤバ結構良かったな。昭和でしたよね、確かね。だってあのね、70万ぐらいするサスと売ってる20万のサスの方が良かったし、ね、そうですか。え、それノービスの時ですか。うん、ワークスの時。あ、ワークスの時ね。そうそう、ペーソスなんで。え、だけどそう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 、まあそれは契約だから。ああ、そうですか。どうしよう、11は水が水没しちゃった。で、須崎会長が言ったよね。あ、でもこれ名古屋校だもんね。ね、そこの会社が